IBM のディスク記憶装置では IBM が開発したディスク記憶装置の歴史について解説する。そのほとんどは i b m ンのゼで開発されて、一部は IBM ロチェスター、IBM 藤沢で開発された。1950年代に IBM によって開拓されたディスク記憶装置の発明はコンピュータ革命の重要な要素であった。 ハードディスクドライブの基本的な機械構造は IBM 1301以来変わっていない。ディスクドライブの性能及び特性は現在も同じ規格に基づいて測定されている。前景の2つの IBM 350ディスクドライブを持ったレッドリバー陸軍補給どころの IBM 305コンピュータ歴史博物館に保管中のローマークディスクドライブ装置 IBM 350は IBM ロマーク305の一部であり、そのコンピュータはディスク記憶技術を世界にもたらした。IBM は1956年9月13日にロマーク305及びラム650コンピュータシステムの一部として IBM350 を公式に発表した。ロマークとはランダムアクセスメソッドオブアカウンティングコントロールの略である。その設計はビジネスにおける リアルタイム計算の日。IBM350 は500万字の7ビットで、パリティビットを加えた6ビットを保存した。50枚の24インチの磁気ディスクを備え、ディスク表面には、それぞれ100のトラックがあった。ディスクは 1200rpm で回転し、データ転送速度は8800ワード秒だった。2個の独立している、アクセスアームがディスクを選択するために、 サーボ制御によって昇降する機構を持っていた。3番目のアクセスアームはオプションであった。いくつかの改善されたモデルが1950年代に追加された。IBM350 を搭載した IBM300 ローマークシステムは月額3200ドルでリースされた。IBM350 は1969年には公式に販売停止となった。 IBM350 のキャビネットは長さ60インチ、高さ68インチ、奥行き29インチだった。IBM はその製品がすべて標準29.5インチの戸口を通り抜けなければならないという厳しいルールを持っていた。IBM350 の磁気ディスクは水平にマウントされたためで、このルールにより搭載されるディスクの最大直径が決定された。カリーマンスは ウォールストリートジャーナルのインタビューにおいて、ロマークユニットは1トン以上の重量があり、フォークリフトで動かされなければならなく、大きな貨物機によって運ばれた。ドライブの記憶容量は5メガバイトを超えて増強されたかもしれないが、IBM の営業部はより大きなキャパシティのドライブを搭載した製品に反対した。と述べた。2002年にサンタクララ大学と共同で、 IBM350 ローマークの復元を開始し、2005年にはロマーク復元プロジェクトがコンピューター歴史博物館に移転された。2006年現在、カリフォルニア州マウンテンビューのコンピューター歴史博物館にロマークディスクドライブ装置が保管されている。ただし、オリジナルの制御回路は含まれていない。IBM353 は IBM7030 で使用され、 IBM 1301と似ているが、より速い転送速度を持つ。容量は2097,152の72ビットの単語を12万5,000ワード秒で転送された。IBM355 は1956年9月14日に人気のある IBM650 への追加として発表された。IBM355 は IBM350 と同じメカニズムを使用し、 重心の数字を600万個格納した。データは IBM653 次期コアメモリとの間を相互に転送され、IBM650 のあるオプションにおいてはディスク、またはテープのデータの一つのセクターに6000億文字を記憶した。IBM1405 ディスク記憶装置は1961年に発表され、 中規模のビジネスコンピュータである IBM 1401シリーズ用に設計された。モデル1は25個のディスクを持ち、1000万文字を記憶し、モデル2は50個のディスク持ち、2000万文字を記憶した。ディスクは200トラックあり、5つのセクターに分かれる。セクター0から4は表面、5から9は低表面にあり、各セクターで約200文字記憶できる。 両モデルともディスクは 1200rpm で回転し、モデル2のアクセスタイムは100から800ミズであった。IBM 7300ディスク記憶装置は IBM 7070を使用するために設計された装置である。1959年にモデル2が発表された。IBM 7302は IBM 350や IBM 355。 IBM 1400と同じ技術が用いられている。IBM 1 3 0 1ディスク記憶装置は1961年6月2日に発表された IBM 7000シリーズメインフレームコンピュータ及び IBM 1 4 1 4に設計された。単一モジュール容量は2800万文字であり、IBM 1410コンピュータで使用した場合、モジュール容量は2500万文字であった。 また、IBM 7631ファイルコントロールをコンピュータに接続することで、最大に億8000万文字を記憶することが可能である。モジュールには20枚のディスクに記録面が40面あり、一つの記録面あたり250トラックがあった。IBM 1301モデル1は一つのモジュールを持ち、モデル2は垂直に積み重ねられた二つのモジュールを持っていた。 ディスクは 1800rpm で回転し、データは9万ワード秒で転送された。IBM350 及び IBM1405 の主な進歩は大きなくのようなアームを用いることで、すべての記録面にデータを読み書きするヘッドを外側や内側へ移動させるアームが備わったことである。これにより、ヘッドがアームによってディスクから引っ張り出され、ディスクもしくはアームを動かすことで、 別のディスクまで移動させる時間が削減された。さらに、ヘッドが待機する位置をディスクの外側の端ではなく、ディスクの中間地点にすることで目的のトラックへのアクセスはさらに早くなり、アクセスタイムは最大180ミズ短縮された。IBM 1301のさらなる特徴は、ディスクの表面上の空気の薄い層の上に沿って空気力学的に浮上して飛ぶことを目指した。 ヘッドであった。記録面からわずかの位置にまでヘッドを接近させることが可能となり、パフォーマンスを改善した。IBM 1301モデル1は、リースが月額2100ドル、購入が115500ドルであった。モデル2の価格はリースが月額3500ドル、購入が185000ドルであった。また、IBM 7631コントローラーの 追加費用はリースが月額1,185ドル、購入が5万6,000ドルであった。すべてのモデルは1970年に販売終了となった。IBM 1302ディスク記憶装置は1963年9月に発表された。容量は IBM 1301と比較して4倍に改善され、モジュールあたり1億1,700万の6ビット文字まで記憶できた。 平均アクセス時間は165ミズで18万ワード秒と IBM 1301の2倍以上の速度でデータを転送できた。2番目のアームが250のトラックの別のグループにアクセスした。IBM 1301のキャパシティの2倍を備えたモデル2があった。IBM 1302モデル1の費用は月額リースが5600ドル、購入が25万2000ドルであった。 モデル2の価格は月額リースが7900ドル、購入が355500ドルであった。IBM 7631コントローラーの追加費用は月額リースが1185ドル、購入が56000ドルであった。IBM 1302は1965年2月に販売終了となった。 IBM 1311ディスクドライブモデル2とモデル 3IBM 1311ディスク記憶装置は1962年10月11日に発表され、中規模な商用及び科学計算機用のコンピュータ向けに設計された。IBM 1311はトップローディング方式の選択機のサイズ及び形状であり、IBM 1316に200万文字を記憶した。 IBM 1311の7つのモデルは1970年代、初めに販売終了となった。ドライブ1は追加の電源装置及び制御回路を含み、他のドライブより幅広かった。オプション機能 IBM 1316ディスクパックは、高さ4インチ、重さ10ポンドであり、直径14インチのディスクを6つ持つ。記憶面は10面で、外側2面は、 記憶面として使用しない。記録面は、それぞれ100のトラックと20のセクタがあり、セクタは、それぞれ100文字を記憶した。ディスクは 1500rpm で回転した。IBM2302 は、IBM1302 のシステム360バージョンであり、7000シリーズアーキテクチャというよりもシステム360ダスドアーキテクチャに従ってフォーマットしている。 IBM2305 直接アクセス記憶装置は当初 IBM2880 ブロックマルチプレクサチャンネルを用いてシステム360モデル85とシステム360モデル195に接続するために1970年に発表された HDDIBM2305 モデル1は2バイトチャンネルインターフェースを取り付けると3メガバイト 秒で動作し、大型の IBM2305 モデルには 1.5MB 秒で動作する。IBM2305 は、IBM の大規模コンピュータに、標準的な情報量を、継続的なアクセスで高速に提供した。その能力及び高いデータ転送速度は、システム常駐機能やテンポラリファイル、インデックスとデータセットなどに使用され、理想的な環境を実現させた。 また、応答時間も早いため、高い負荷のかかるシステムのページング装置としても利用された。IBM 2315カートリッジ IBM 2310ディスク記憶装置は1964年に IBM 1800と共に発表され、1965年後半に IBM 1130と共に出荷された。データの記憶には IBM 2315ディスクカートリッジを 使用した。IBM 2315ディスクカートリッジは単一の14インチであり、酸化物で被覆されたディスクである。読み取り、書き込みのアームと2つのヘッドを備え、時期記録面を2つ有し、512000文字を保存することができた。回転数は毎分1500回転、6個のプラッターを備えた。 IBM 2311記憶装置 IBM 2311直接アクセス記憶装置はシステム360。IBM 2311は IBM 1130及び IBM 2841記憶制御装置を使用し IBM 1800で利用可能だった。 IBM 2311のメカニズムは IBM 1311と大部分は同一だったが記録の改良によりより高いデータ密度を実現した単一のユニットとして回転した6つのプラッタから構成され IBM 1311の上で使用される同じタイプの IBM 1316ディスクパックを使用し 231億1725万バイトを保存することができた。記録する表面は、それぞれ200のトラックをプラスにし、不完全なトラックが発見された場合、代わりに使用することができる3つのオプショントラックは、平均検索時間85ミズ、データ転送割合は156キロバイト、秒だった。IBM 2311には10のヘッドが搭載されたアクチュエータがあり、 ヘッドは記録をする前に油圧式および機械式で動くアクチュエータによって記録するトラックに移動させられた。IBM 2311はシリンダ、トラックおよびレコードへ組織された。シリンダはすべての表面を5つのプラッタの各ノーの同じトラックを指し、レコード例はタイミングのために取っておいた。IBM 2311はシステム360。 シリーズ内の隠しモデルで使用できるように、その電気的な相互接続が標準化された。これは他のメーカーが IBM のコンピュータに接続し使用するためのプラグコンパチブルなディスクドライブを売る機械を作り、互換周辺機器市場が生まれた。IBM 2314 IBM 2314ディスクアクセス記憶装置は1965年4月22日に発表された。 システム360の1年後に発表された。システム360よびシステム370ラインとともに使用された。IBM 2314のディスクアクセスメカニズムは IBM 2311に似ていたが、記録方法を改良。また、IBM 2314は IBM 1316と設計が似ており、 共に2917万6千文字の保存が可能であった。1965年4月22日に発表されたモデル1は IBM 2314コントロールユニット、IBM 2312シングルドライブモジュール、2つの IBM 2313フォードライブモジュールから構成された。9つのうち8つのドライブが常時利用可能であり、 残りのドライブはスペアであった。また、外観からピザオーブンという愛称を付けられた。IBM 2312ディスク記憶装置はディスク記憶装置を機器に追加することでに917万バイトの記憶領域を追加できた。IBM 2313ディスク記憶装置は4つのディスク記憶装置を機器に追加することで5835万バイトの記憶領域を追加できた。 IBM 2316ディスクパックは直径14インチのディスクが11枚、記録面が20面あり、2917万6000文字の保存が可能であった。ドライブアクセスは20のヘッドが搭載されたアクチュエータにより行われ、ヘッドは油圧式及び機械式で動くアクチュエータによってアクセスするトラックに移動させられた。記録面にはそれぞれ200トラックあり、 初期のアクセスタイムは IBM 2311と同様であったが、後のモデルでは、油圧アクチュエータの改良により早くなりデータ、転送率は3 1 0 k ト秒と2倍になった。IBM 2318ディスク記憶装置は2つのディスク記憶装置を機器に追加することで1億1670万バイトの記憶領域を追加できた。 IBM 2319ディスク記憶装置はディスクストレージモジュールを含む装置であり平均アクセス時間は60ミズデータレートは312000バイトであったまた IBM 2319モデル B1B2 では記憶媒体として IBM 2316ディスクパックを使用していた IBM 2321データセルは1964年4月に IBM システム360のコンポーネントの一つとして発表された。IBM 2321は最大10個のリムーバブルで交換可能なデータセルを収容した。データセルはそれぞれ200枚の小さな磁気テープ片を含んでおり基礎的な記録媒体であった。メガバイトまたはメガバイトの記憶容量があり、バイト以上の容量も許可し、 IBM 2841に8つまで IBM 2321をつけることができた。また、データセルは23リットルの潤滑油を必要とする装置であった。ただし、瓶を抜き取って読み込んでは瓶を返すようなこと。IBM システム360のオペレーティングシステムである OS360 は直接アクセス記憶装置として、 最初のバイトが例であるアブッシュ形式のアドレスを求め、残りは瓶やストリップ、シリンダやヘッダに書き込んだ。リムーバブルの磁気片は柔らかく、ラザーニアヌードルに似ていたため、ヌードルピッカーとも呼ばれていた。IBM3310 直接アクセス記憶装置は1979年1月30日に IBM4331。IBM ミッドレンジコンピュータ専用のアクセス装置として導入された。それぞれのドライブには64.5メガバイトの容量があり、DOS、ファシアと VM 上で使用された固定長ブロックアーキテクチャであった。また、システム370において唯一サポートした IBM3330 と IBM3333 と、IBM 33 33と ディスクパックの 3D イメージ IBM3330 直接アクセス記憶装置はコード名マーリンと呼ばれ1970年6月に IBM システム370及びシステム360モデル195用に発表された。そのリムーバブルディスクパックは100メガバイトであった。また1973年に発表されたモデル11には 記憶媒体として IBM3336 ディスクパックを用いた。IBM3330 で発表された大きな進歩はエラー訂正機能の採用でディスク表面の小さな欠陥に耐えられるようになったためドライブの信頼性がより向上しコスト削減できるようになった。その機能によって11ビット超以内のエラー発生を修正することができるようになった。 IBM 3330は1983年に販売終了となった。IBM 3336ディスクパックはリムーバブルメディアである。容量は200メガバイト、アクセスタイムは30ミズ、データ転送率は806キロバイト秒であった。IBM 3333 33ディスク記憶装置モデル1には2つのディスクドライバーが含まれており、 制御装置へのインターフェースを提供している。IBM3333 モデル1またはモデル11においてはモデル2またはモデル11の任意の3つまでの組み合わせを IBM3330 モジュールを取り付けることができる。IBM3340 直接アクセス記憶装置は別名ウィンチェスターと呼ばれ1973年3月に IBM のシステム370用に発表された。そのリムーバブルディスクパックは密閉され、ヘッドおよびアームの部品を含んでいた。挿入作業の際に外すカバーはなかった。アクセスタイムは25ミズ、データ転送率は885キロバイト、秒だった。3バージョンのリムーバブルな IBM3348 データモジュールが販売され、一つは35メガバイト、容量。 2番目は 70MB 容量。3番目は同じ 70MB 容量だがより早いアクセスのため別の固定ヘッドを持つ 500KB が付け属していた。また IBM3340 は誤り検出訂正を備えていた。IBM3340 は1984年に半分。IBM3340 はケン・ホートンのリーダーシップの下。 三ロゼで開発された。初期には二つのリムーバブルな30メガバイトのモジュールの設計に集中した。この30、30構成により、コードネームが有名なウィンチェスター30から30、ライフルより取られた。後に容量は増加したが、コードネームのウィンチェスターは通称として残った。この製品の重要性、及びディスクドライブ一般が、 ウィンチェスター技術として知られるようになった理由は製品の構成とは全く関係がなかった。これはメディアからヘッドをアンロードしない IBM の最初のドライブだった。ウィンチェスター技術はディスクの回転や上下につれてヘッドがディスクメディアへ着陸または離陸することを可能にした。これはヘッドやアームの複雑な動作メカニズムを劇的に削減した。この方式は 急速にディスク製造業界の標準設計となった。IBM3350 直接アクセス記憶装置は別名マドリッドと呼ばれ、1975年に IBM のシステム374に発表された。その日リムーバブルディスクパックはヘッド及びアームアセンブリーを含め密閉されていた。 IBM 3350のディスク設計は、トラックあたり555のシリンダー、30のヘッド、19069バイトであり、ヘッドディスクアセンブリでは3九7 4 9 8 8 5 0バイトの記憶容量を実現した。ディスクユニットは、A2、A2 回、B2、B2 回、C2 及び C2 回と識別された。 それぞれのユニットは2つの肌を含み、ストリングとして導入された。A2、または A2 回は、接続に IBM3880 などの制御装置が必要とされた。A2 には、最大3台の B2 や C2 が接続できた。C2 ユニットはまた、ストリングで同時に2つの I、大操作の実行を可能にするように、制御装置と接続して、 同じ場所で使用することができた。X2 回ユニットは通常の X2 ユニットだが、その2つの肌は、さらに固定ヘッド領域を最初、このシリンダ上に持っていた。この固定ヘッドエリアは、ハスプかジェス2のチェックポイントエリアに割り当てられるように意図され、装置上のヘッドの動作を劇的に削減した。この写真での IBM3350A に b に B2 ストリングの背景にあるのは370、165と370、168で使用されている IBM3066 コンソールである。IBM3370 直接アクセス記憶装置は1979年1月に IBM4331、IBM4341 及びシステム38の ミッドレンジコンピュータ用に発表された。7枚の固定の14インチのディスクを持っており、また、各ユニットの容量は571メガバイトで、白膜ヘッド技術を使用した h d d であった。1960年代後半に TJ ワトソンの研究所で、固定ブロックアーキテクチャディスク装置の研究が行われ、システム370の OS に対応したファシアと VM が、 フバデバイスとして使用された。IBM3375 は IBM3370 の姉妹ユニットであり、カウントキーデータ方式として使用された。また、OS360 で必要とされた。IBM3380 のディスクドライブモジュール IBM3380 直接アクセス記憶装置は1980年6月に発表された。 これは、新しいフィルムヘッド技術を使用し、容量は 2.52GB、データ転送率は 3MB、秒、平均アクセス時間は16ミズだった。発表時の購入価格は8万1000ドルから14万2200ドルであった。問題が発生したため、最初のユニットは1981年10月まで出荷されなかった。IBM 3390。 直接アクセス記憶装置のシリーズは1989年11月に発表され複数のドライブによる一つのストリングで最大で 22GB までの記憶容量を提供した。費用は構成や容量により9万ドルから79万5000ドルであった。1991年8月11日発表のモデル3はドライブファミリーを拡張し容量を 1> 約1.5倍に拡張した。そして、モデル級は1993年3月20日に、IBM 9345ハードディスクドライブは、カリフォルニア州産のゼの研究所で開発され、MR ヘッドを初めて使用し、130mm のディスクを8枚、用いた5.25インチ HDD であり、最大容量は 1.5GB。 1990年11月に i b m クスの RPQ として出荷された。1991年10月に IBM 9345ダスドがチャンネル付属していた IBM 9340の一部と ES-9000 ファミリーが IBM メインフレームに付属していたカウントキーデータダスドサブシステムファミリーを発表した。 モデル2の HDD を2台設置している間、IBM 9345ダスドのモデル1の HDD を2台設置していた。IBM 9340、9345は実用的なアプリケーションとして、IBM 3390よりブロック長が短く、IBM 3990のラムキャッシュがない IBM 3990。 3390と機能的に等しかった。OS の i、大スーパーアバイザ構成要素には初期化演算子という特徴があり、他の出す度装置タイプにもサービスを提供された。OS は初期化時 IBM 9340の不揮発性キャッシュを持たず、IBM 9345の規定容量より小さいトラック容量を持ち、初期化演算子によって、 IBM 3990、3390と異なる装置タイプを割り当てた。9335ドライブ IBM 5444はシステム3の一部として、イギリスの IBM ハーズレイ開発研究所で開発され、1969年に発表された。カートリッジは14インチディスクから構成され、以下3つのモデルが存在した。 i b m 六十二 g v はコード名ガリバーとして IBM ハーズレイ開発研究所で開発され九百七十四年五月に発売された。初期の容量は五メガバイトであったが、それ以降のモデルでは十四インチディスクを用いて十メガバイトまたは十四メガバイトの容量があった。i b m 0六八0は i b m 三千三百十直接アクセス記憶装置をシステム 370のローエンドとして1979年に発売され、OEM 版は1981年9月に IBM0680 として発表された。また、容量が2倍の 62SW が1984年6月に発売されたが、1MB あたり 62GV と同じ価格と効果だったため、少ししか売れなかった。IBM0676 は、 IBM システム23ダトマスター用のディスク記憶装置として1982年11月に発売された。8インチ HDD が2つで15メガバイト、4つで30メガバイトの容量があった。システム36モデル5360システム装置として1983年に発売され、翌年にはトラックの数を2倍にしたシステム 36モデル5362システム装置として発売された。IBM066530MB HDD、IBM0665 は PC、AT 用のシステム装置として1985年10月に発売された。容量 20MB、30MB、44MB の5.25インチ HDD は、 コード名ピクシーとして IBM のロチェスター研究所で開発された。IBM0667 は1986年8月に発表され SD が付いた容量 70MB の5.25インチ HDD はコード名グラントとして IBM のロチェスター研究所で開発された。また、IBM RT PC モデル6150-6151 6152の特定機能としてシステム36モデル53635364システム装置に用いられた。IBM0669 は1987年に発表され容量 115MB の5.25インチ HDD はコード名グラントプライムとして IBM のロチェスター研究所で開発された。 IBM0671 は1987年に発表され、容量 316MB の5.25インチ HHD は、コード名リーとして IBM のロチェスター研究所で開発された。また、ディスクの記録面に金属膜を初めて用いたディスクである。1988年、この HDD2 から3つから構成される IBM9404 システムユニットを、 IBM AS-400 システムの一部として出荷した。IBM の別の重要な革新的な製品としてフロッピーディスクドライブがある。1971年に最初に読み出し専用のプログラムロード装置として8インチのフロッピーディスクドライブを発表した。1973年には IBM が3740のデータエントリーシステムの一部として最初の読み取り。 書き込みフロッピーディスクドライブを出荷した。IBM は8インチフロッピーディスクドライブの初期の規格を確立したが製品を積極的に販売しなかった。その結果、フロッピーディスクはその後は IBM から離れて発展した。詳細は HGST を参照 IBM は2002年に日立製作所にディスクドライブ部門を売却し、同社の当該部門と統合され、 日立グローバルストレージテクノロジーズとなった。IBM が最後に発表した3.5インチハードディスクドライブ製品は2002年10月のデスクスター 180GXP で 7200RPM で回転する3枚の直径3.5インチプラッタ上に 180GB のデータを格納した。当時の価格は約400ベイドルであった。2009年現在、 3.5インチ HDD 一つのパッケージに約2兆バイトのデータを格納するまでになっている。日立 GST のデスクスター 7K2000 ハードディスクドライブは5枚のプラッタに 2TB のデータを格納し、シリアル ATA バス上に最大 300MB 秒の転送速度を持ち、平均検索時間は8.2ミズである。装置の重さは7 4 0ム。 発売当初の価格は約200米ドル。すべてのハードディスクドライブは IBM 1316ディスク装置の技術的延長上にある。特に HGST 製のドライブは系府としても IBM 製ドライブの直径である。詳細はシステムストレージを参照2009年現在、IBM は IBM システムストレージの一部としてストレージ装置を販売している。 ただし内蔵するハードディスクドライブは IBM 内部では製造していない。ありがとうございます。